日本徳島県徳島市北沖ノ巣、北沖ノスは徳島県徳島市の町名。現行行政地名は北沖ノス1丁目から北沖州4丁目。2009年12月現在の徳島市の調査による人口は4972人、世帯数は2033世帯。郵便番号は郵便番号770-0872。徳島市の東部に位置し、 沖ノス地区に属する。吉野川下流でルタ地帯の一角をなす。北で金沢、東で、東沖ノス、南で南沖ノス、西で、畑、北西で、上東町と隣接する。北東吉野川が、西から東に流れている。西は、沖ノス川、東に、沖ノス海岸があり、紀伊水道に面する。元は、沖ノス町の一部で、地田の浜。 北屋敷、北邸内、春ちゃん、船戸南、北の橋、北神殿、小高須、コースであった。1969年より、現在の町名となった。三丁目から四丁目は、ネギ畑の目立つ田畑や茅原に過ぎなかった。王子の様子をよく示すものに、人間さんの祠がある。三丁目から四丁目の様子を一変させたのは、稲池を埋め立てて、 徳島市中央卸売市場が作られたことである。海岸は、遠浅の砂浜で、海苔の養殖が盛んであったが、1989年より、マリンピア沖の巣の工事が始まってからは、それまで開かれていた海水浴場が閉鎖された。ありがとうございます。